久保さん、戦いの対義語は和みたいですね。和。平和,和。和ね。僕はね、和はあんまりいらないんじゃないかなと思うんですね。和は。なんかあの、日本のしきたり、風,風,風格というか和を、和を重んじるみたいな。でも、それはインターネットがなかった時の時代であって、今は、 なんだろうな。まあ平和は、まあ、戦争はしない方がいいと思いますしまあそれはそれで別の話で僕が言いたい和っていうのがなんかみんなと仲良し国交はしなくていいんじゃないかなっていう和を保とうみたいな要はうーん社会社でね和を保つまあそれはまあ会社組織に入っていれば和を保たないといけないんですよねうん例えばその会議でね 自分の意見が通らなかったとしても周りはこうなってます。でも自分一人がね、いやそ、それは反対です、反対です、反対です。一人がやっぱ言ったとしても進まないし、乱れるじゃないですか。うん。うん、ってか、結局、会議って多数決なんで、うん、もし一人一人の意見を尊重していて、一人一人の意見をこう取り入れてくっったら、多分会議にならないですよね。会議っていうのは一つにまとめることなんで、 30個も100個もね、じゃあ100人,の100人で会議しました。100人の意見を通そうとするならば、それは無理難しいですよね。まあ、可能な会社だったらいいですけどね。100人の意見を全部通すみたいな。なかなか難しいですよね。なんか題材に対してみんなで会議して、で、一つにまとめ上げる。そして一つのプロジェクトを進めていくっていうのは大体会議だと思うんですけど。あのー、だからまあ、 自分が意見とは違うけどまあしゃあないなっていう妥協するところもあるしそれをしていかないとまとまんないってところがあるのでただまあネットが出てきてまあ一人でねこう情報発信がこうできるようになって一人でテレビメディアがこうできるようになってからは僕はその自分でそれがコントロールできるというか他に合わせる輪じゃなくて自分の輪ですね何だろうなちょっとレベル高いかもしれないですけど今までの輪っていうのはみんなとこう合わせるのが輪 っていうことなんですけど自分の心の輪でいいのかなと思いますね。うん、今はね。自分の心の輪をしっかり作っていくっていうところですね。で、その輪に共鳴共感する人が、その輪にくっついてくるって感じですかね。だけど、なんか、今まではこの輪っていうリングがあるとするじゃないですか。で、そのリングが、リングの中にこう入らないといけない。もしくはリングに合わせないといけない。この丸のリングにね。 みんながこうその丸のリングにくっついていかないといけないと。でも今っていうのはどういう感じかっていうと何かあるかな例えのがうーんとイメージとしてはイメージとしてはリングがあって和のリングがあります和のリングがあります和のリングがありますこれがまあこの和のリング和のリング今まではこの中に入らないといけないもしくはここに付随しないといけないでも今この和 この輪っていうのがあってこの輪はまあ共鳴共感する人はプンみたいなでこの自分の輪は崩さないんですよでちょっとピコンって入るこんな感じですねでこれがつながっていくこの輪がこうつながっていくって感じですね今はこの輪があってだそういう時代かなっていう輪と輪があこう一つにするんじゃなくてこの輪はあ、あの保有してるんだけどまあ、気が合う人とこう たまにこうくっつき合うで外れ外れることも自由みたいな。でわは自分の輪は残ってるって感じですかね？うん、まあ今の輪と昔の輪はちょっと違うんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。